はい、どうも石です。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はですね、こちら本若の方で、7000円、はい、到達しましたね。まあ本当にそうですね、結構まあこのデッキ使ったんですけど、まあ運よくいけたっていう感じですね。どちらかというと、リプレイ解説、はい、やっていきたいと思います。そうですね、遅延スケダなんですけど、まあそうですね、エリゴレ側からしたら、まあファイヤーボールよりポイズンの方がきついです。まあアイスウィザードに、まあ、遅延で、まあ、遅くされて、でベビードラゴンの範囲攻撃でやられて、でポイズンのその、まあ、範囲攻撃の呪文で、まあほとんどのその、まあ、ライドラが、まあ、生きないので、まあ、ただしファイヤーボールとかだったら、まあダメージは受けるんですけど、まあその後なんて言うんでしょう、こうじわじわ食らうっていうわけではないので、まあその間にまあヒーラーが回復してくれたりっていうのことが結構、はい、やりやすいですね、はい、こちら側としては。まあなんですけど、まあお相さんもまあ上のレベルなので、まあかなりまあ相性的にはこっちの方が有利なんですけど、まあ全然、はい、分かりませんでしたね。まあ、ただこっちはゴリ押しして、まあ、勝ったってだけなので、まあ、あんまりその PS は、はい、関係なかったと思います。じゃあこれちょっと飛ばしていきたいと思います。基本的にはもうエリゴレはもうやることは一緒なので、もうエリゴレヒーラーヒーラーミラーライドラの形組んで、まあ、ゴリ押す、まあ、これだけですね。そうですね、やっぱりヒーラーの回復が大事になってくるので、あ、すいません、今回は、ライドラミラー出しましたね。まあ、ただポイズンだと思ってたので、まあ、そうですね、これで結構かなり、はい、良かったと思います。これがポイズンだったらもうライドラも多分死んでたと思うので、で、そうですね、こうやってまあアイスウィザードとか、まあ、バルキリを処理してくれたり、結構、はい、良かったですね。そうですね、お相さんもすごく防衛で耐えたんですけど、まあ、まあこれはちょっと、はい、しょうがないです。まあローリングバーバリアンの使い方も、はい、ターゲットは変更してうまかったんですけど、もうこっちはもうただゴリ押すだけですね。まあ相性的には、はい、良かったです。で、問題はこちらですね、まあ、バルーンフリーズなんですけど、まあそうですね、インドラがまあ唯一そのまあこっちとしてはありがたいんですけど、まあきついことには、はい、変わりないです。まあ、このインドラの枠がもうベビードラゴンだったらもうどう頑張っても、はい、無理です。まあ、なんですけど、まあ、インドラだったので、まあ、まだ、まあ、耐えることができたって感じですね。まあ、基本的にはもうエリゴレ側はもうやることやって、もし負けたらもうそれはしょうがないっていうふうに割り切るしかないと思うので、まあ、お相手さん次第っていうのは、はい、あります。まあ、そこで結構、あれですね、もう防衛上手い人とかだったらもうもう本当にもうびっくりするぐらい、なんて言うでしょう、その守ってきたりするので、もう本当にそれで負けたらまあ、はい、しょうがないっていう風に割り切るしかないと思います。まあ、ここ、はい、お相手さんが、まあ、攻めてきて、でこっちはもうヒーラーとトルネードで、はい、防衛すれば OK って感じですね。まあ、絶対にゴリ押ししたターンにフリーズもう打ってくることは間違いないので、まあこっちとしてはまあボーラーも警戒しないといけないので、まあ消去法としてはもうエリートバーバリアンはあんまり必要ないといった感じですね。まあどうせボーラーに、はい、やられるだけで、まあフリーズも合わせられるともうこっちとしてはもう何もできないので、まあそれだったらまあライドラライドラミラーか、まあヒーラーミラーでも、はい、OK ですね。まあ、逆サイドにエリババ出すっていう、はい、手段ももちろんあります。
まあ、ここフリーズってきたんですけど、そうですね、あの端前タワーにターゲット取らない位置だったので結構これは美味しかったです。でここでボーラーの ターンでこうトルネードで引き寄せて、でまあ処理しようといった考えなんですけど、まあ、お相手様のすぐあのフリーズが回ってきて、まあ、もうそれで結構あのなかなかダメージが、まあ、通んなかったですね。まあ、これ本来なら、はい、タワー折れてるんですけど、まあ、さすがボーラーですね。でここはあのレイジじゃないので、まあ、トルネードを打たなくても大丈夫かなといった考えでしたね。はい、まあ、それで、まあ、タワーダメージ食らって、まあ、ある程度許容してもフルぶっぱですね、ここからは。まあ、これは、はい、しょうがないと思います。まあ、範囲といえばもうお相手さんがもうあのライドラーがそのお相手さんの自陣にいないところでフリーズ打っちゃったので、まあそこが原因かなといった感じですね。エリゴレが破裂した時にそのライドラーにターゲット行くところが結構エリゴレ側からするとあのすごく嫌なところなので、まあそう、まあそうならなかったのがまあ唯一、まあこちらが勝てたまあ勝因だと、はい、思います。で次は、まあこちら虚数系ちょっとデッキあの最後まであの見てなかったんですけど、まあ、トリトンがいるのでもう正直きついです。はい、でしかもバーバリアンなので、まあ、なかなかの突破できない部分があります。そうですね、ここも確かあまり動かなかったですね。あのもう格上と当たるときは基本的にあの動かない方が、はい、無難だと思います。もう動いてそれであの守られてもうそこで試合終了っていう風になるので、もうそれだったらあの 2倍まで待つ方がまあ合理的かなといった感じですね。そうですね、ここから矢の雨確か咲いてくるんですけど、こっちは動かないので、はい、ここから2倍タイムで、はい、やっていきたいと思います。そうですね、あのザッピー出してきて、あ、スケルトンラッシュデッキですね。はい、ただあのザッピー処理してしまえばもう、はい、こっちのもんですね。しかもあのトルネードもあのこれトリトン巻き込んでできたので、これはすごい、はい、良かったと思います。でしかもバーバリアンがいる中でトリトンにあのライドラがターゲット行ってくれたので、もうこれはもうめちゃくちゃ、はい、運が良かったですね。これトリトン残ってて、あの巨助の爆破で、まあ、公営の部隊処理されたりするともうあのトリトン一人であの無双されちゃって、もうそこからあのすごいカウンター食らっちゃうので、まあ勝因としては先にトリトン処理することができたことが、まあ勝ちにつながったのかなといった感じですね。まあやっぱり僕のまあ考えなんですけど、やっぱり運も、はい、必要だと思います。まあこれがあの枯渇デッキとか、まあ、三重種デッキとか当たってたら、はい、絶対に勝てないので、でしかもあのお相手さんも、まあそうですね、あのまあ、7600とか、まあ、行く人間も絶対出てくるので、まあ、そういった人間と当たった時にあの相性悪かったら、まあ、それは勝てないよねっていった感じなので、まあ、今回のこの3人の、プレイヤーは、まあ、そこまで取るは高くなかったんですけど、まあ、そういった運も、はい、大事なんじゃないかなと思います。まあ、その運をどう掴み取るか、まあ、掴み取るかが、はい、大事ですね。はい、今日の動画は以上になります。またリプレイ解説の方を上げていきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。